はい、おはようございます。ロト6の抽選結果が出ました。第1656回、抽選日が2022年1月の20日です。本数字から発表してみたいと思います。11 12 14 28 36 38、ボーナス数字が37。一等二口、今回一等が二口出ました。4億6230万3000円。二等五口、1905万7700円。三等303口33万9600円。四等14723口7300円。五等24889口1000円。今回一等が二口4億超えですね。はい、ということで私の方を見てみたいと思います。はい、こちらが私の結果になります。当選結果外れ、購入金額は800円、一口200円 ×4 口です。 ABCD、 A 全滅、 B 38、本数字が1つ、 C 36と38の本数字が2つ、ボーナス数字37、 D 38の本数字が1つ。はい、ということで今回は全滅でした。38、前回も38でしたね。はい、これが私のやり方なんですけども、これが前回の数字ですよね。1655回のこれが当選数字なんですけど、この数字を使って2つの山に分けます。その時にこちらの方が、左が少なくて右が多いということで2対4、でも今回1対4でしたよね。38こっちから1つで、あとこっちから5つ選ばれて1対5だったんですよ。あんまり1対5って多くないんですよね。で2対4が一般的かなと思って、だいたい自分はそれで攻めてたんですけども、で今回この前回の数字から、あ、その前にこの自分がこの2つに山に分けるやり方って言うんですけど、この20、この前後の数字ですね、それを こっち側に書き出していくんですよ。それに該当しないのを左、該当するのを左にして、該当しないのを右の数字です。だから21の前後は20と22ですね。だからここに20、21、22で、23はもう23と、あと24で23、24ってことですね。で31っていうのは30と31、32、38は37、38、39で、40がここにありますよね。40と41で、42の41と42、43、それから43は42と43と01で、これに該当しない数字が右の方に持ってきます。そういうやり方をしてます。で、その下一桁が同じとかっていう、それを言う、まあこれとはまた別にですね、例えば38だったら28だから、今回28が選ばれてますよね。38、08、18、28、36って、そういうその中から選ぶやり方もあるわけですね。だから21だったら01、11、11、21、31、そういう感じですよね。あと40だったら10、20、30、40って、その縦のそういう数字を選ぶやり方もあるわけなんですけども、自分の場合は今みたいにこう振り分けます。その中から数字を選んでいくっていうことなんですけども、前回の数字が入る場合もある。だから今回38が当選番号の中に入ってるんで、で38を選んだ
この38年だから2回続けてこの38が出てきてますよね。そういうやり方を、だからこれもそうですね、21の、11、21、31、41ってなると、これも今回当選番号11ですから、そういうやり方で選ぶ数字。あとこの42もそうですよね。ここ今回12が入っても当選数字に入ってますけど、12、22、32、42っていうその縦のあれですね、そこから選ぶと今回2つ該当してますよね。11と12と、38、28、そういう選び方があるということなんですけども、だからあと数字の決め方はじゃあどうするのかって、やっぱそれがポイントだと思うんですけどね。はい、ということでね、今回一等が2口出てまして、4億6000、すごいですね。これ羨ましいですよね。ただ今回ね、この11、12、まあ13ないんですけど、14と14の倍が28ってなりますよね。あと12の3倍36とか、なんかそういうような組み合わせもなんか考えられるんで、そういうふうな感じで常時買ってる人がたまたま当たったのかもしれないですよね。だから天の弱的な考え方か、あと法則に従って買うのとか、なんかそれは買う側の人の考えの捉え方だと思うんですけどもね、それがたまたま当たれば高額当選になる可能性もあるんじゃないかなとか思うんですけどね。皆さんはいかがでしたかね。まあでも買わないとどうしようもないんで、まあ自分もまたこれからコツコツやっていきたいなと思います。はい、ということで以上になります。